じゃん、とうとう買ってしまいました、あれを。では開封したいと思います。もうこの箱の時点で何か分かった人はすごすぎる。やっぱ好きな人は分かるのかな、箱だけで。てれれ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 てれーん、 iPhone です。まず iPhone をなぜ買ったかというと、私が iPhone をね、3日4日前とかに注文したんですよ。で、今回買ったのが iPhone15 Pro で、私が今使ってるこちらの iPhone も同じ iPhone15 Pro の同じサイズの同じ色なんです。なんでまた同じのを買ったかというと、容量の問題なんですよ。毎月 iCloud に入っていて、その iCloud に 2TB 容量が入るので、容量がいっぱいっていうことがあまりなかったんですけど、 iCloud をもう1年ちょいかな、もう1年ぐらいは使ってると思うけど、ずっと使い続けて分かったのが、 iCloud イコールカメラロールにはならないっていうことで、調べたら分かってたのかもしれないけど、 iCloud に確かに容量 2TB はあるけど、例えばじゃあ動画編集したいなって思って、私基本 iPhone で最近はもうずっと編集してて、編集しようと思って編集アプリ開いて、カメラロールから動画を読み込むときに iCloud に入ってるとめちゃくちゃね、時間がかかっちゃうんですよ、読み込みに。そう、それでここ最近動画の編集のモチベーションも下がっちゃったりとか、あとは結構長めの動画を保存するときにも保存完了までの時間が結構かかっちゃって、でも思い切って買い替えることにしました。 1TB です。そう、最近はそれが小さなストレスで、まあ最初は良かったんですけど、だんだん動画の編集しようって思っても、まあちょっと読み込むの時間かかっちゃうしなっていうのが最近大きくて、もう容量いっぱいだからサブちゃん撮りたいなって思っても、サブちゃん撮影はするけど編集が進まないとかがあって、まあそういう理由があっての買い替えです。でで、全く同じ iPhone、 iPhone ケースはそのまま使えるように同じサイズにしたっていうのもあります。この iPhone ケースね、もうめちゃくちゃいいです、私大好き。ただデメリットが、ちょっと重みがあるっていうのがデメリットなんだけど、リングもついてて、ミラーもついてるし、カード入れもついてるし、欲しいものが全部この iPhone ケースに詰まってます。そうだ、 iPhone 移行する注意点とかがあったので、それをね忘れずに読んでいきます。で、私一回失敗したことがあって、 iPhone を移行するときに LINE でしっかりバックアップとか取ってなかったので、 LINE がね一回全部消えちゃった時があるんですよ。もうそれはねショックですよね。だから LINE はしっかり間違えないように移行します。お仕事とかの連絡も LINE を使ったりすることが多いので、消えてしまったらもう最悪なことになっちゃう。 iPhone や LINE の引き継ぎ方法ありますね。 LINE のバージョンを最新にしないといけないみたい。あ、アップデートできてなかった。今アップデートしてます。そうで、さっき話したように編集とかもあまりできてなかったので、まあね、動画の編集できてないっていうのは、容量がいっぱいっていうのはちょっと言い訳にはなっちゃうんだけどね。あと結構引き金になった出来事があって、私が外出してる時に好きな YouTuber さんがライブしてたんですよ。そのライブでのお話とかはめっちゃ聞きたかったんだけど、やっぱ外出先だし行けないなって思って、あとイヤホンも持ってなかったので余計聞けなくて、後で聞こうと思って画面録画しながら外で過ごしてたんですよ。もうそろそろライブ終わりかなと思って画面収録停止したら、それがカメラロールに保存されてなかったんですよ。私めっちゃ楽しみにしてたのに、後でお家でゆっくり聞こうと思って。そう、それが結構でかかったです。もし iPhone に容量があれば保存してまたお家に帰ってゆっくり聞けたのになって思って、その日にそんなことがあってもう買おうって心に決めました。で、さっきバックアップはもう取ったので、 iPhone 新しいの買ったら前のがどうしてるかっていう話なんですけど、その iPhone によるけど、私ここ最近は割と家族にあげることが多いです。お母さんとか妹とか私が使ってたのをあげたりとかが多かったんですけど、この iPhone はね売っちゃおうかなって思ってます。
っちが何せ 1TB あるので、 1TB だとやっぱねお値段も結構高いんですよ。あっちを売ってちょっとでもの iPhone の足しにしようと思ってます。こっちつけていきます。これも充電あるんだっけ、見ててください。この剥がす瞬間テレ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 タン。これねまだつけたばっかのカバーがあって、彼がね綺麗につけてくれたんですけど、大きさが一緒だからそのまま使えちゃう。で気泡を綺麗に取る、電源をつける。じゃん、リンゴマーク、いつものハローが出た。でここから設定します。日本語。最近の iPhone すごいですよね。もやもやっていうのを読み込んだらすぐにできる。あとは注意点として、その時は iPhone から iPhone に移行ではなくてアップデートをする時だったんですけど、アップデートしてる時に何らかの形で iPhone の電源が切れちゃったんですよ。それで全部データが消えちゃいました。本当にめんどくさかったです。その時設定するのが、アプリあの時1から全部ダウンロードし直したのかな。あ、今顔を設定してます。今の iPhone って顔認証じゃないですか。指紋認証の時がめちゃくちゃ好きでした。で今回容量が大きめの iPhone にしたので、毎月払ってた iCloud はもう解約しようかなって考えてます。このね iPhone の付属品がこちらのコードとピンですね。ちなみに Apple で買ったものとか箱は捨てないで取っておくようにしています。だから今回もこの箱は大事に取っておきます。 iPhone16 が9月に出るっていうので、毎年9月に新作の iPhone が出てるから、それまで待っておこうかなと思ったけど、今6月で6、7、8、9、4ヶ月間もうずっとストレス抱えながら iPhone 使うよりはもう思い切って買い替えようって思いました。今あれから20分ぐらい時間が経ったんですけど、まだ終わってないですね。容量がいっぱいだったからかな。その間にケースでも付け替えます。このケース角の方がちょっと削れてきちゃってるので、もうちょっとボロボロになってきたらそろそろ買い替えですね。やっとデータ転送中の画面が出てきました。残り時間約1時間になってます。うわ結構時間かかりそう。確か前も約1時間って書いてたけど、案外早かった気がするので、まあ気長に待ちます。さっきあまり話してなかったけど、 iPhone から iPhone に移行する時の注意点として、まず iPhone の iOS のバージョンが一緒じゃないといけないんですよね。だから両方とも最新にアップデートしておく必要がありますって書いてるんですけど、私これちゃんと最新のにアップデートできてたか見るの忘れちゃって、多分大丈夫だと思うのでそこは気にしないでいいかな。であとは新しい iPhone のデータ容量が足りないと古い iPhone からのデータが転送できず、クイックスタートが利用できないため注意しましょうって書いてて、これはねもう容量には問題ないのでそれは大丈夫ですね。で Bluetooth と Wi-Fi の接続をオンにする、古い iPhone に登録されている電子マネーを削除するって書いてて、これやってなかった。私古い iPhone に登録されている電子マネーをあらかじめ削除しましょう。削除せずにクイックスタートでデータ移行をしてしまうと電子マネーのデータに不具合が生じ、復旧するために別途申請が必要になるケースがありますって書いてます。あとでまたどうなったかお伝えします。今いろいろ見てたら YouTube で水おじさんっていう方が2024年 iPhone 機種変更時に絶対やってはいけない5選っていう動画を出してくれていて、それがすごい分かりやすくてためになるので、機種変とか移行前にこれ見ておくのはすごくいいかもしれないです。私今思い返したら高校1年生ぐらいの時まではパカパカの携帯とか、あとスライド式の携帯を使ってたんですよ。その頃とかは親が携帯代金を払ってくれてたんですよ。ちょっと曖昧だけど毎月最低でも8000円はかかってたと思っていて、1万5000円とかかな、高くて。そう、それをね払ってくれていたって考えたらすごいありがたいですよね。だけどで私そこから私もアルバイトとか、あとは就職してお給料ももらえるようになって自分で iPhone の代金を払うようになったんですけど、その時 au で8000円ぐらい毎月自分で払ってたんですけど、そこから格安携帯、格安 SIM とかが出るようになってマイネオにね変えてみたんですよ。
そしたら毎月8000円とか払ってたものが今は半額以下になってて3000円ちょいとかかなになってます。そうだからもうそこからはずっとマイネオ今は使ってますね。あれから1時間くらい経って無事 iPhone の移行が終わりました。もう一点注意しないといけないなって思ったのが Wi-Fi だけのモードにするのを忘れていて、この iPhone から iPhone に移行している時に Wi-Fi から 4G に変わっちゃったんですよ。そこからもう全然動かなくなっちゃって、残り何パーセントっていう数字が、最初で 4G とかそういう回線を切っておかないといけないなっていうのを思い出しました。なので途中までは行ってたけど、もうやり直して移行し直したら無事できました。で LINE も、 もう写真も全部移行の引き継ぎが終わって完璧な状態です。さっき話していたパスモの引き継ぎもの後からでも大丈夫でしたね。で次はマイネオの SIM カードを取り出してここに移す作業をしたらもう完全に終わりです。じゃあサブちゃんはこんな感じで終わろうと思います。やっぱね iPhone をよく使うっていうのもあるので、これからは容量がもうめちゃくちゃ大きいのを買っていきたいです。今回の新しい iPhone 代は勉強代だと思って大事に使っていきたいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。